せーの、ゴゼレーションプリンスジェシル、ジェシカ、オシカーン。ということで今日は関東時短赤抜け絶対夏漏れるヘアアレンジ術、この夏みんながね漏れるんじゃないかと思うヘアスタイルをね伝えてきていただきましたので、ね、私たちにも紹介しながら、はい、見てる方たちにも紹介して楽しんでもらう動画にしていきましょう。よっしゃーせーの、レッツゴー。あ、間違えた、指キモ。ゼロブリー。はい、ということでまず大内から。私はセミロングぐらい伸びて今いつもやってるやつプラスで、うん、まあ、今回はちょっとウェッティーな感じにしようかなっていう風な。いいです、夏ですね、ウェッティーな感じ。まず外を羽にします。できたよ。できてない。緩めの外羽だね。外羽にするには外をまぐギュンって外に行くんや。これ多分話聞かん方がいいやつや。その外にギュンってこれみんな話聞かんっていいで、外にした方が顔がすごっ、受け流していいで、いいっていうやつで、外にギュンってする。私ね、髪の毛がね、美容師さんにも言われるんだけど巻きにくいんだって。すぐ巻き取れるし、猫っ毛なんだろうね。そうだからね、こう頑張ってこうしてもギュンってならんのよ。一緒一緒。巻き終えたので前髪をですね、こっちの方に流していく。でも私本当にね、すぐ終わっちゃうんだよね、髪の毛。もうちょっと長くなったらな、ちょっと、巻きたいなっていうふうに思ってるんですけど。そろそろももちゃん、ね、眠たいで。眠ちゃう。でも眠っちゃう、ごめんね。そろそろ眠たいで。もうももちゃん一点見つめ始める。分かってんねん。じゃあ私ね、早いのは早いんだけど微調整で長いタイプかも。いやだから慣れだよね。慣れだよね。もうあかんわ。出てる、もうでダメです。もう分かりやすい。いやでも大変そうだなと思って、髪の毛癖つきづらいから。そうなの、だから何回も同じことを一生やってるんだけど。え、それ普段はケープ使ってるってこと？頑張れ、もうちゃん頑張れ頑張れ、そうやって言われたから必死に。あ、こうやってケープ使ってるから。あ、わかんない。間違えた。使ってるか使ってないか。あ、そこ大事やだよ。何？あ、すいません、言ってなかった。ここ持ち上げたいんですけど、サッて入れるやつあるやん、100均で売ってるような前髪を止めるやつを。前髪から入れてドライヤーをすると持ち上がるみたいな感じのを見たんですけど、うん、今ないと。ということでこうやって持ち上げてます。あ、でも持ち上がってんな。一応巻き終わりたので、もう日本語があれになってるわ。て最後にこれはスタイリング剤ですね、バーム。これを手を全体的にこう何をして、わあすごい、めっちゃウェッティー感強くなった。夢見てる夢見てる夢見てる。いいやん、すごい程よいウェッティー感。最後にですね、私といえば何ですか？アホ毛一番アホアホ毛がすごいので、それを抑えます。収まってるとか、まあ、見たことないけどな違うの、抑えて出てるんだけど出てきてんの。でも一応抑えます。あ、でもやっぱ抑…お、すごい、ちょっと待って、あげんえ、すごい完成です。すごい、めっちゃいいね。めっちゃいい、ナチュラル。うん、ありがとうございました。さようなら。素晴らしい、誰でも真似できる。時短だしね。ゼアポリー。次はももちん。私は普段帽子をかぶることが多いのですが。確かにそうですね、多いですね。だから帽子を取るとちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってる。え、でもその感じも可愛い。あ、なに、めっちゃ撮影中に大あくびいいですよ、そんな数も可愛いせしちゃんですわ。みんな眠くなってきちゃってるからね。夏ってやっぱりさ、なんかここに髪の毛があると熱くなっちゃったりするじゃないですか。はい、ということで結んでいきたいと思います。まずは一旦尻尾にするね。結んでるだけだと想像以上にチョン。ハリーポッターが乗ってる本気やん本当にね、チョンになっちゃうから、この横の毛、前髪の触覚を出すんじゃなくて、うん、ここの耳の上にある遅れ毛を出してあげて、そこをこうちょっとウェビーに、そうウェビーに、 S 字にこんな感じで、これを出さなかった時よりもめちゃめちゃ顔がちっちゃく見えるんですよ。確かにこれあるとないと違うかも。そう、全然違うじゃん。あ、長さすごい違うかも。そんなことは気にしてたら、気にしよう、気にしようこれだけだとまだちょっとあれなので、後ろに大きめなリボンを持ってくることによってより小顔を狙います。あらー、あんたそれ以上やったらなくなるんとちゃいまっかそう、後ろがさ、ほうきだったのがなんかちょっとイメージ変わる。あ、ほんとだ、全然違う。めちゃくちゃすごいでしょ。あらー、ほら、ここが見えるからよ、なんか顔がキュッて締まって見えない。え、後ろにあることで。待って、バカ可愛い、ま、おしまい。天才早いっしょ。ちょっと後ろも向いて。あ、かわいい。
ちゃいいやん。え、なんかこう、そっち向いてこっち振り向いて。かわいいです。顔すな。こういう感じのリボンとかもあったり、しかもこれシーンでリボンは400円とか300円とかで売ってたりするので、それもおすすめだし、カチューシャつけて前髪上げてこのくれ毛出すっていうのもめっちゃ可愛いよね。やってみようかな。今やってみてよ。綺麗なおでこ。あら、可愛い。顔ちっちゃい。こういう感じでやるのもすごいいいと思います。綺麗めスタイルが出来上がります。ということで、以上私の夏のヘアアレンジでした。ゼロブリー。はい、セシルのターン。イエーイ。ウェーブハーフツインをやっていきたいと思います。可愛いです。毛量を少なめにとってウェーブする回数を増やす。ストレートアイロンだよ。ウェーブストレートアイロンの方がね、結構綺麗にいったりする。へぇー。え、結構去年こんな感じ。いいね、かわいい。これをとりあえず死ぬほどやっていく。やってってよ。やから、みんな寝てていいよ。ごめんな。はい、こんな感じです。ビフォーアフ。かわいい。全然違う。めっちゃいいね。かわいい。かわいい。マジでハーフツイン似合うよ。マジで似合うな。ここでセシルズポイント。はい。ハーフツインをした時のここですね。絶対ここだけは毛をなくさないっていうのが徹底なので、皆さん気をつけてください。ここがあることによって女性らしくなったり可愛くなったり、あと小顔効果がありますから、ここが一緒にくくっちゃうと、このわかる？あ、ほんまや。全然違うのよ。ここだけくくらないようにだけ。はい。気をつけてます。はい、ありがとうございます。めっちゃ似合う。あ、すごい。あ、かっこいい。かわいい。かわいいよ。かわいいよ。かっこ可愛くなれるのすごいよね、この髪の毛で。めちゃめちゃ褒めてくれるやん。ゼロブリー。続いて最年長のターン。こんにちは。一番陽気。こんにちは、ジェシカです。はい、まあ夏はみんなさ、やっぱ海とかさ、フェスとかお祭りやったり行くじゃないですか。お、びっくりした。びっくりした。自分で自宅でちょっとアレンジしていこうかなぐらいの時のあのヘアアレンジです。イエイ。お願いします。ちなみにジェシカめちゃくちゃ不器用なんですよ。その私ができるからみんなもできる。おーよー、すごっ。あ、そうそう、あれ。まあ、最悪。まず、4つにブロック分けます。え、これって綺麗に2等分していいの？して。あ、寝ちゃう寝ちゃう寝ちゃう。そんな、寝ちゃうって。寝ちゃうよ。もうこうやって適当にね、ツインテールしちゃいます。ツインテールしちゃいます。ツインテールしちゃいます。はい、こんな感じですね。あ、すごいすごいすごい、仕事が早い。え、こっから4等分にするってこと？あ、そうですそうです。ごめんなさい、今ほんまに見えてなくて。ほんまに一人できるからね、これ。ほんまにそれできないけど、ちょっと今だけ。ここを2個に分けるってこと？はい、そうです。2つに分けます。了解です。あ、早っ早っ。あ、もうやってもらってるんですけど。まずはツインテールに2つしたら、こっちを2等分に分けて両方とも三つ編みにします。おうち、これ三つ編みできる？多分できる。え、かっこよ、みんな。え、待って、うち何もしてない。すごい時短。ほら、時短やろな。前髪も三つ編みにします。で、これいつもジェルとかつけながら固めながらやるんやけど、今日はもうジェルはしません。セシちゃん、こっちも三つ編み。めちゃくちゃやってくれてる。うち何もしてない、やりますって言っただけ。ゼロブリー。で、このちょっとさ、余りの部分は巻きます。こんな風に巻きます。なんかシーンでこういうのを大量に売ってんのよ。こういう金の留めるやつ、アクセサリーみたいなの売ってるから、ここを金で留めちゃいます。ほら、可愛くね。金のこうやってつける。可愛い。可愛い。ここも巻く。完成。可愛い。可愛い。可愛い。え、クリップつけると全然雰囲気変わる。え、そうやろ。かわいいっしょ、これ。すごい。なんかほんまにツインテールして2つに分けて三つ編みして、で、ここは自由、巻くなり、三つ編みするなり、焼くなり、焼くなり、煮るなり、煮るなり、これはマジで誰でもできる。ぜひぜひ。かわいい。やってみてください。完成。はい、じゃあ並べ並べ。はい、ゼロブリー。ペンペペーペンペペー。
どれも簡単やったね。簡単だった。ちゃんと時間かけてるように見えるし、うん、でも簡単やし、うん、綺麗にも見えるし、うん、ほんで可愛いし、うん、ちゃんと時間かけてるように見えるし、うん、これ好評やったらぜひ巻き紙の方でも再チャレンジさせていただいて、はい、コテの方でも出せたらいいなと思います。はい、なので参考になったよって思った人は高評価をまず先に押していただいて、はい、チャンネル登録、そこが一番強く言わなあかんところやから、チャンネル登録チャンネル登録とコメント、ちょうど SNS のフォローとチャンネル登録とチャンネル登録とチャンネル登録何の選手権はお願いします。お願いします。せーの、ほのぼたチャンネル登録、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 よろしくね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね、いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ、どなたの SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。チャンネル登録お願いします。